プロボクシング、WBC、WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦、25日、東京、有明アリーナ、写真、モンスター簡単譜。フルトンに強烈なパンチを打ち込む井上直弥前4団体統一バンタム級王者の井上直弥、30イコール大橋、が、新階級でも最強を証明した。WBC、WBO 世界スーパーバンタム級1位として、 無敗の WBC、WBO 世界同級王者スティーブン・フルトン、29イコール米国に挑戦し、8回1分14秒で TKO 勝利を収めた。新階級と30歳の初戦でいきなり世界ベルト2本を獲得。井岡和人、34イコール市政に続く国内2人目の世界4階級制覇を成し遂げ、区切りとなる世界戦20連勝を飾った。 衝撃的な結末だった。井上が猛攻を仕掛けた。8回、左ジャブを連発。フルトンは下がってかわすものの、30秒過ぎに井上が右ストレートからの左フックを決めてダウンを奪った。立ち上がったフルトンに連打で襲いかかり、レフェリーがストップ。深海級でも王座を獲得した。試合後、井上は最強のフルトンを8回で倒すことができた。 この階級で最強と言えるんじゃないかな。でもベルトは2本しかありません、と叫んだ。リングサイドにはもう一人の統一王者となる WBA スーパー、IBF 世界同級王者マーロン・タパレス、31フィリピン、が視察していた。かねてフルトン、井上戦の勝者との対戦を希望してきたタパレスはリングに上がると、自分自身がチャンピオンだと思っている。対戦したい。続けて井上は、 今年中にやりましょうと答えた新たに WBC、WBO 世界同級王者となった井上、そしてタパレスによる4団体王座統一戦実現が一気に現実的になってきた。昨年12月、バンタム級で史上9人目、日本人初の4団体統一を成し遂げ、今年1月に全ベルトを返上。スーパーバンタム級に転向した初戦で、 同級最強と評される無敗の統一王者フルトンに挑んだ。挑戦者としてリングに立つのは約5年2ヶ月ぶり。18年5月、当時の WBA 世界バンタム級王者で10年無敗だったジェイミー・マクドネル、イギリスを1回 TKO で撃破して以来のことだった。久々の挑戦者で、スーパーバンタムでの最初の試合。相手は2団体王者のフルトンなので、 過去一気合が入っている、と調整してきた。る、終盤に井上の連打がヒットしてフルトンがバランスを崩す。日韓祭典フルトン10から9、7回、フルトンがじわじわ前に出てジャブ、ワンツーも井上はバックステップでかわす。終盤にフルトンの右が井上の顔面にクリーンヒット。井上も打ち返す。終盤に井上がフルトンをロープに詰めて連打。 ゴング間際にフルトンの左フックがヒット。日韓祭典フルトン10から9、8回、井上が左ジャブを連発。フルトンは下がってかわす。30秒過ぎに井上が右ストレートからの左フックを決めてダウンを奪う。立ち上がったフルトンに井上が連打で襲いかかり、レフェリーがストップ。4階級制覇達成。